拾ってきた不発弾の仕分け。まずこれは 7.62×あれ54のラシャン、全部雷管がダメなのかもしれない。これは雷管を取り替えて打つ。そして 7.62× なんだこれ、39、なんだっけ、カリシナカフとかなんか打つやつだけど、これはちょっとやばいな。これはまだ打てそうな感じもするけど、これは触っただけ、先も全然傷がついてないんで大丈夫でしょう。それと223レミントン、これは警察御用達のバラバラになるやつかな。先がへこんで、弾がへこんでるやつ。あっちこっち傷だらけなんで、これは雷管打ってないんでみんな打てるでしょう。9ミリ弾すごくいいな。9ミリ弾、雷管みんな立ってません。この3つは腐ってます。これはライトヒット、ちょっとライトヒットだな。まあ調べましょう。そしてこの子たちは全然撃ってません。これもライトヒットかな。これはよいしょ、問題なし。これはちょっと問題あり。これは警察御用達かもしれんから、これもそうだな。これはちょっとへこんでんのかな。あとはたくさんの22ロングライフル、これは弾を、これなんか全然撃ってません。多分大丈夫でしょう。これも、これは、実報室に入るときにぐにゅって曲がったんで、これは、元に戻して、整備。使えるようにして撃ってみましょう。以上。結構たくさんの撃てそうな弾があります。あれ？あ、こっちにもあったか。もっとあれじゃない、まだまだこんなにあるじゃない。これからだ。これは3006、なんかぐじゅっとやってるな。ライトヒットがいいね。これは多分雷管の問題。トカレフ、トカレフ 7.62×25 か。これもライトヒットだな。問題なし。40口径ケース上だし、多分大丈夫でしょう。これが22マグナムか。22マグナム、ちょこ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 と当たってますが、あ、これ全然当たってないな、わからない。撃ったことない。
232レミントン。お、これは問題のアロマがたくさんあるな。はい、へこんでます、修理。これは大丈夫だな。ん？大丈夫。あ、これ違う。これ22250強力熱。うん、これ多分誰も打ちたくないね、こんなの。出てくるかな。お、これは綺麗ですね。いやー、これは実報室に入ったけれども最後までいかなかったって。当たってるな、なんか誰かのリロードかもね。多分ちゃんとサイズしてないんじゃない。これは270レミントン、ウィンチェスターか。ウィンチェスター大丈夫だけど打てません。270のウィンチェスターショートマグナム、強力ですな。これはスーパーボールではありません。これはラバーブレット、ラバースラッグか。ショットガンでこれは撃つことができるそうです。対人用なんだっけ、警察がデモ隊とかに撃ったりするやつ。結構痛いらしいし、これで作ってみます。他に何もなかったか。一丁